ぱ男の一人暮らしにちょうどいいものを紹介しようかなと思います。ちょうどいいというか、これちょっと名前を忘れたので、こう概要欄に出しておきます。概要欄でこの画面に出しておきます。でこれなんですけど、使い方なんですけど、これに例えば肉とか煮物とか、まあ何でもできると思う。これ蒸す、電子レンジで蒸す機械なんですけど、これ例えば中開けて、これシリコンでできてるんで熱も大丈夫です。まあ、これにこうやって流して肉とか乗っけて、まあ、もちろんこれってあの洗うのがめんどくさい、これちょっと弱点先に言うんだけど、洗うのがめんどくさいんでアルミホイルとか敷いて、その上に肉を置いて、で閉じて電子レンジに入れてこうチンすれば、その肉が焼けるみたいな、そういうものです。これ何で知ったかっていうと、結構これ昔なんですよね。もう10年は経たないけど、2013年14年ぐらいにあのシミケンさん、あの AV 男優のシミケンさんがこれ紹介してたんですよ、勃起弁当とかで。別にあのね、これおかしいとか恥ずかしいとかじゃなくて、あの何でもそうなんですけど、健康って全てに共通なんですよ。美容にも共通するし、そういう 性的な能力にもこうやって健康って直結するから一緒なんですよ。だから健康であれば何にでも優れられるんですよね。そう、まあ、それもそういうのチェックしてんですよ。あの人って結構そういう健康マニアじゃないけど、健康に関することも発信してるんで、昔からね。例えばこの肉体を作るとか、そういうちょっとこれ言葉にしたらあの YouTube 的にはバンされる可能性があるんで言えないんだけど、そういう男性機能を良くするためのっていうのもあれ結局健康と変わんないんですよね、やってることは。だから全てに共通なんですよ。だからそれでこのいわゆる紹介、こういうので、まあ、男の一人暮らしでもこういうものを使って手作り料理とか作ってるよみたいなことをあのブログとかでやってたんですね、昔は。それを見て、あ、こんなのがあるんだって、これを知ってからこれ買いました。でこれ安いと、これ3000円ぐらいで売ってます。だから安いんですよ、3000円でこの肉も焼けたり、いや電子レンジ使ってね、電子レンジも持ってない人は買わないといけないんだけど、電子レンジを使って肉を焼いたりとか何かしら、まあ何でもできると思います。とにかくこれの中に入れて電子レンジでやれば焼いたり蒸したりできますんで、で実際これを使って一回肉を焼いてみようと思います。まあ、やり方はさっきの言った通りで、洗うのがめんどくさいから、とにかく肉汁が中に垂れないようにアルミホイルを敷いて、その上に肉を置いて焼けば OK です。一応鶏胸肉焼くんだけど、これから鶏胸肉の場合分厚いから、分厚い肉の場合はちょっとその表面だけじゃ難しいんで、この表を焼いたら次裏返して焼けば OK です。で自分の経験上、鶏胸肉は表3分裏3分とかでいいと思います。もしかしたらそこそこ火は入るんで、表側が3分やったら裏は 2分とかでもいいかもしれないです。あんまり焼きすぎると油が出すぎて、油なんだ、肉汁がちょっと出すぎちゃうのもあるんで、それも含めちょっとその辺は焼き加減で時間調整した方がいいと思います。あとワット数とか、この電子レンジのワット数にも関係するだろうから、表3分やって裏は2分か1分、1分はちょっと少ない気もするんだけど、まあ、その辺を焼き加減見てやってみたらいくかなと思います。でちょっと試しに肉を焼いてみたいと思います。こんな感じで肉をこうアルミホイルの上にこんな感じで乗せて、あとはこうして蓋をして、こうあとは電子レンジで焼くだけです。これ3分やって、で3分ごとひっくり返し、肉をひっくり返して、また片面を2分ぐらいで焼く、まあ、3分3分でもいいんですけど、そんな感じでこれから焼いてみたいと思います。片焼き終えました。ちょっとこうして見てみたいと思います。片面焼くとこんな感じでいい感じに、こんな風にいい感じに焼けますこれで3分です。じゃあこれで一回裏返してみます。裏返すとこんな感じで、やっぱりこう床面の方はちゃんとこう焼けてないです。だからこうして裏返して、まあただこれってもうほぼ真ん中あたりだから、まあ2分ぐらいで全然焼けるんじゃねえのって思ったら、これ肉汁も結構出てるじゃないですか。だからそれも含めて、まあ3分は焼きすぎだけど2分ぐらいでいいんじゃねえかなと思ったら、これで焼けば完成です。じゃあこれでまた一回レンチンしてみたいと思います。終えました。こんな感じでね、こんな感じで見せてねこんな感じで焼けたらこんな風になりますと、はい、こんな感じでしっかり焼けますと。だこれで、あと もちろん味付けとか塩加減とかその辺はね、もうこれあとでもいいです。焼く前にかけ塩かけてもいいし、こうやって焼いた後に塩かけても全然 OK です。まあ、こんな風にしてね、レンジで簡単に肉が焼ける、こんな分厚い肉もね、あこれ何回もやってるんで、中まで火通ってんのかって、あのね、自分包丁とか持って、調理器具持ってないから、包丁とか持ってこれ丸かじりして食うんですけど、まあ、これで普通に食べて、中まで火通って食べれます。これ何回もやってます。だからこんな風にして、あのこれだけ、
これだけで簡単に肉が焼けますんで、こんな分厚い肉でもね焼けますんで、男の一人暮らしとかにいかがかなって、別に男の一人暮らし関係ないんだけど、一人暮らしの方で調理器具揃いたくないとか、安い金額でこうやって肉も食えるような環境が欲しいという人にはこれいかがかなって思いました。結構活用できると思います。参考にしてみてください。じゃあご清聴ありがとうございました。